皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は前回ディズニーストアとウィッチズポーチコラボのリップをお友達からプレゼントでもらったと思うんですけど、ちなみにね、まだその動画を見ていないよっていう方がいたらぜひ見ていただけると嬉しいです。で、今回はそのウィッチズポーチとディズニーストアコラボのコスメをディズニーストアで買ってきたので、そちらを紹介していこうと思います。イエイ。はい、ということで、お友達からもらったね、リップがすごく良くて、で、自分でも気になって見に行って、そしたら、なんとね、50% オフ、全部半額になっていたということで、すごく安く手に入れることができたので、結構ね、いろいろコスメを買ってきたので、今回はそちらを紹介していこうと思います。ということで、早速やっていきましょう。それでは、スタート。はい、ということで、やっていこうと思います。まず、今回買ってきたものは、じゃーん。はい、こんな感じのね、ショッパーに入れてもらったんですけど、今回は全部で4点コスメを買ってきました。それでは紹介していこうと思います。ちなみに前回お友達からもらったっていうリップは、さらっとね、紹介するんですけど、こちらです。じゃーん。はい、こんな感じのウィッチズポーチっていう、ウィッチズポーチをね、知らない方にちょっとお話ししたいと思うんですけど、韓国コスメで有名なブランドとこのディズニーストアのコラボリップということで、このね、ウィッチズポーチとコラボしているコスメが結構何点かあったので、そちらをね、気になったものを買ってきたので、今回は紹介していこうと思います。で、このね、ウィッチズポーチっていうブランドとはディズニーストアは何回かコラボしているみたいなんですけど、今回初めて買ってきたということで紹介していきます。で、ちなみにこのリップがお友達からプレゼントでもらったものなんですけど、これがすっごく良くて、でパッケージも可愛いし、色味もすごい好きな色だったので、今回に、ね、見に行って色々買ってきたので、今回は紹介していきます。ちなみにこのリップは今つけているこういう結構ピンクっぽい、青みピンクみたいなラメが入っている色のピンクっていう感じで、実際に出してみるとこういう色で、見ると結構ね、濃いめで、すごい大人っぽい色に見えると思うんですけど、こんな感じの発色で、つけると肌なじみのいい色で、すごく気に入っていて、最近よく使っています。で、発色もすっごく良くて、最近気に入ってよくつけている、動画の中とかでもつけているリップなんですけど、こんな感じでパッケージもめっちゃ可愛いし、お気に入りのリップでよく使っています。くれたお友達ありがとうございます。はい、ということでね、すごいね、仲のいいお友達からプレゼントでもらったんですけど、まず前回紹介したリップはこんな感じです。で、今回買ってきたものは、これが気に入ってすごい買ってきたんですけど、まずはポンポンポンって紹介していくので、後で詳しく紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。今回は4点買ってきたって言ったんですけど、まず今回買ってきたものは、こちらとこちらの色違いと、こちらとこちらのリップの4種類を買ってきました。はい、今回買ってきたものは、こんな感じの4種類です。で、この他にも私はアイシャドウとリップティントとリップを買ってきたんですけど、コンシーラーとか、あとスティック状のアイシャドウ。今回こういうね、アイシャドウ買ってきたんですけど、スティック型のアイシャドウとかもあったりとか、あとこれの色違いとかもあと1種類あったり、あとね、何あったかちょっと忘れちゃったんですけど、とにかくいろんなコスメが売っていました。で、その中から使えそうな気になっていたものを買ってきたのでね、紹介していこうと思います。じゃあまず最初に紹介するものはこちら。これを紹介していこうと思います。これはリップなんですけど、このリップは友達からもらったリップで、ミニーちゃんのリップなんですけど、この色違いも売っていたので、リップはこの2種類があって、で、これをね、自分で買ってきました。これはデイジーのカラーのリップで、こんな感じのパッケージ。このね、箱もめっちゃ可愛くて、カラフルな感じでめっちゃ可愛い感じの箱になっています。で、これは PC カラーリップ DS リップカラーって書いてあります。はい、こんな感じです。じゃあちょっと開けてみようと思います。はい、開けてみるとこんな感じになってます。デイジーの柄のパッケージ。で、ミニーちゃんと比べてみるとこんな感じです。こんな感じでね、2種類揃ったので、コンプリートできたので嬉しいです。はい。で、今回紹介するのはこれなんですけど、開けてみると、こんな感じの色のリップで、結構オレンジっぽい
すごいオレンジって感じのリップで、ラメ感とかはない感じのリップで、なんかコロナの影響でテスターとかはなかったので、ちょっと実際に見て買うことはできなかったんですけど、オレンジっていうことでオレンジのリップ持っていなかったのでこれを買ってきたんですけど、ラメが入ってるのかなと思って買ったら入っていなかったんですよ。結構マットな感じのリップで、こんな感じの色のリップになっています。でパッケージはね、同じ感じになってます。じゃあちょっとこれ手の甲に塗ってみようと思います。結構ね、肌なじみのいい感じのリップ、はい、こんな感じになります。つけてみるとこんな感じです。でつけてみるとすごいね、塗りやすくて、クレヨンリップみたいな感じの質感のリップで、で本当にやっぱりラメとかは入ってない感じで、でも赤っぽいオレンジっていう感じで、すごくね、良さそうな色だなと思います。じゃあちょっとこのリップを落としてから塗って、実際に唇に塗ってみたいと思います。結構ね、このリップが落ちにくい感じなので、あんまり落ちていないと思うんですけど、この上から塗ってみようと思います。オレンジなので、結構薄めのピンクみたいな感じで、ちょっと塗ってみます。はい、塗ってみるとこんな感じです。塗ってみたんですけど、やっぱりピンクの上に塗ったので、ちょっとピンクの上から塗った感じになっちゃってるんですけど、やっぱりね、すごく肌に馴染みやすいし、すごく最初見た時ラメが入っていなかったのでどうなんだろうって思ってたんですけど、意外といい感じの色で、本当にこれはどこにでも使えそうな色のリップだなと思います。なのでこれは本当にどこにでもつけていきやすいリップなので、これからたくさん愛用したいと思います。なんかオレンジというよりどちらかというと薄めのピンクみたいな色で、あまりリップ塗ってる感とかもないし、すごくいいかなと思います。でラメとか入っていないので、大人っぽくとかはなったりはしないんですけど、ナチュラルな感じで盛れるっていう感じのリップなので良かったです。ちなみにこちらのお値段が1300円プラス税だったんですけど、ここから半額で715円で買いました。はい、まず1点目の購入品はこんな感じです。それでは次、はい、続いてはこちら、じゃん、こんな感じの、これは PC ティントバー MN かっこリップカラーって書いてあります。これは1本で2役になるリップティントとリップバームがついている感じの、クッションティントとリップバームがついている感じ、こんな感じです。ここに書いてあると思うんですけど、1本で2役してくれるのでいいかなと思って、でティントだしクッションティント持っていなかったのでこれをね買いました。でこれはミニーちゃんのやつを買って、他にミッキーがあって、ミッキーはすごい真っ赤っていう感じだったのでこの色を買いました。でこれは使い方は唇に優しく塗って、クッションタイプはポンポンポンと馴染ませるように唇に乗せるといいらしいです。で色はピーチっていうピンクとかなのかな、そういう感じの色を買ってきました。ちょっと開けてみます。はい、出してみるとこんな感じです。あ、これね、これと全く同じ、ミニーちゃんだからかな、こういう感じで全く同じのパッケージのティントバージョンです。でこれは結構長めで、こっち側がクッションティントで、こっち側がリップバームらしいです。はい、パッケージはこんな感じです。でちょっと開けてみると色はこんな感じ、ピンクって感じ、本当にピーチの色みたいなピンクっぽい。でミッキーはすっごい真っ赤だったので、私赤リップあんまり使わないのでこの色を買いました。でもね、クッションティントって全然色も落ちないらしいし、すごくいいかなと思うのでまた買いたいなと思います。でこっち側開けてみると、あ、こんな感じです。これはなんかリップバームっていうかリップクリームみたいな感じなのかなっていう感じです。こういう色すごいね、こういう感じの色に、あとめっちゃ蛍光のピンクっていう感じで、これのお値段は定価が1600円プラス税でちょっと高かったんですけど、ここから半額で880円くらいで買いました。普通にね、めっちゃリップとしては安いかなと思います。ディズニーコラボだしめっちゃお買い得だと思います。じゃあこれもちょっと手の甲にどっちも塗ってみたいと思います。これは手の甲でもポンポンポンって感じで塗っていきます。あ、すっごいめっちゃ濃い色が出ました。実際に塗ってみるとこんな感じになります。この色
めっちゃ濃い。だからピンクというよりオレンジっぽい色、これよりちょっと濃いめのオレンジって感じなので、今でももうポンポンポンって感じなんですけど、もうちょっと薄く唇には塗りたいなと思います。はい、こういう感じで、でも発色いいしすごくいいと思います。じゃあ次こっちのリップバームを塗ってみたいと思います。こういう感じの色、これはすごいね、こういう感じなんですけど、色はこんな感じ、ここの色で、あんまり色はつかない感じだから、重ね付けとかしたらいいかなと思います。でも普通にナチュラルにしたい時とか、学校とかにはこのリップもいいんじゃないかと思います。これね、すごいいいと思います。こっちのリップは例えば学校につけていって、でこっちは放課後とかにつけるとすごくいいんじゃないかと思います。1本持っていくだけですごい漏れるのでいいと思います。ちょっと重ねてみます。はい、重ねてみたんですけど、重ねてみてもあんまり色は変わらないかな。なのでこっちはナチュラルにしたい、スピン風に見せたい時とかに使って、こっちは本当にお出かけとかにするときとかに使うといいかなと思います。でこれね、リップティントだから全然落ちにくそう。じゃあちょっとこれも唇に実際に塗ってみたいと思います。たくさん塗ってるから取れにくいんですけど、はい、ちょっと取れたので、実際にまずはこっちの薄めのティントじゃなくてリップバームから塗ってみようと思います。でこれでくるくるってやって、こういう感じで出せる感じなので、すごい使いやすいかなと思います。じゃあ塗ってみます。はい、実際に塗ってみるとこんな感じです。やっぱりあんまり唇に塗っても色がつかない感じなので、さっき塗ったリップがちょっと残ってると思うんですけど、こんな感じの色になります。ですごいね、保湿もしてくれるので、やっぱりナチュラルにしたい時とかにはいいかなと思います。でこれね、塗ってみて思ったんですけど、クレヨンっぽいリップなので、あんまりこの出しすぎると折れちゃうかもしれないので、あんまり出さないでちょっと少なめ出して塗った方が折れにくくていいかなと思います。まずこっちのリップバームはこんな感じの色です。はい、そしたら次この上からこっちのクッションティントをポンポンポンっていう感じで塗ってみたいと思います。こんな感じですごい濃い色だからこの上に塗ってみます。はい、実際にこれを塗ってみるとこんな感じの色です。ちょっとね、クッションティントっていうのを使ったことがないので、どうやって塗ったらいいのかわからなかったんですけど、とりあえずこんな感じで塗ってみました。どうなんですかね、結構濡れてるかな、こういう感じの。でもなんか手の甲に塗るよりすごいいい感じの色、唇に馴染んでくれる感じの色で、これもめっちゃ良かったです。買って良かった。これもね、もう今日から使いたいと思います。ティントなので塗り直さなくてもいいので、そういう時に使いたいなと思います。すっごく良かったです。なのでこれも赤バージョンとかもいいかなと思います。赤もね、すごい濃かったんですけど、実際に塗ると薄そうなのでいいかなと思います。はい、2点目の購入品はこんな感じです。パッケージも可愛いのでめっちゃおすすめで、1本で2役してくれるから、これ1本あればいいと思います。それでは次紹介していきます。はい、続いてはアイシャドウなんですけど、こちらじゃん、2種類アイシャドウは2色あって、2色買ってきました。チップとデールの柄で、こっちがデールかな、でこっちがチップっていう感じで2種類買ってきて、でこれお値段が1000円プラス税、めっちゃ安くないですか。アイシャドウで1000円プラス税だったので、そこから半額で550円でした。こういう感じで、これはこういう単色のアイシャドウでラメを出したい時とかに使うといいと思います。アイシャドウ私あんまり使わないんですけど、最近こういうラメのアイシャドウ気になっていたので、すごい安くなっていたので買いました。でゴールドとピンクを買ってもらいました。はい、じゃあまずこっちの方から紹介していこうと思います。パッケージはこんな感じです。こういう感じ、すごい小さめだから持ち歩くときとかにも、単色のアイシャドウを持ち歩きたいときとかにいいと思います。でパッケージこういう感じらしいです。でアイシャドウは私はこういう普通のアイシャドウのタイプを買ってきたんですけど、スティックタイプの方が塗りやすいらしいので、それ気になった方ぜひ買いに行ってみてください。はい、それではこれ出して紹介していこうと思います。出してみるとこんな感じです。開けてみるとこんな感じで
なんかこういうカバーがついていました。で、これは PC ピグメント DL アイシャドウイエローゴールドっていうやつらしいです。でちょっとこれ出してみます。はい、開けてみるとこんな感じ。めっちゃキラキラ。こういう感じです。で、ゴールドっていう感じで、これ本当にどんなメイクにも合わせやすそうだし、普通にアイシャドウした後からラメのアイシャドウとして使うのにはいいかなと思います。こういうね、ラメのアイシャドウ欲しかったので良かったです。あんまりメイクしないんですけど、ちょっと最近メイクにハマってて買ってみました。こういう感じの色です。じゃあこれもちょっと手の甲に塗ってみます。出してみるとこんな感じ。ちょっと塗るだけでもすっごくラメラメだから、で色もついているし、めっちゃ良さそう。ちょっと塗ってみます。はい、実際に塗ってみるとこんな感じになります。ここ塗ったんですけど、今ちょっとだけしか塗ってないのにこんな感じで結構色もついてくれるので、もっとすごい塗るともっと色もつくし、でラメもすごいね、めっちゃキラキラっていう感じで、すっごくいいと思います。これ涙袋とかにも使っても可愛いかなと思うんですけど、こういう感じのね色になっています。でこれはあんまり色はつかないブラウンっていう感じなので、ラメだけ出したい時とかに使ってみようかなと思います。じゃあちょっとこれもアイホール全体に塗ってみたいと思います。はい、実際に塗ってみました。塗ってみるとこんな感じになります。こういう感じになっています。で今ねすごいちょっと塗りすぎたので変な感じになっていると思うんですけど、こっちだけ塗りすぎちゃったんですけど、こういう感じのラメだけ使いたい時とかに使おうかなと思います。これは本当にどんなメイクとかにも合わせやすそうだし、キラキラメイクしたい時とかに使おうかなと思います。なのでコンサートとか行く時とかに良さそう。これねアイシャドウ持ってなかったのですごい良かったです。やっぱりすごい小さめだから、これは今は指で塗ったんですけど、ハケとかブラシとか使って塗るのもいいかなと思います。で持ち運ぶのにすごいいいので、持ち運び用のメイクポーチの中とかに入れたいなと思います。はい、3点目の購入品はこんな感じです。それでは次、こっちの色違いの方を紹介していきます。はい、これはピンクなんですけど、ちょっとねこれチェリーレッドっていう色らしいんですけど、これも実際に出してみたいと思います。はい、出してみるとこんな感じです。こう見ると中にねケースがついてるからかもしれないですけど、あんまり濃い色じゃない、こういう感じです。じゃあちょっとこれもケースから出してみます。はい、出してみるとこんな感じです。やっぱりねあんまりすごいピンクっていう感じではなくて、落ち着いた紫っぽいピンクっていうのかな、こういう感じの色です。だからこれオレンジリップとかした時にすごい合いそう、こういう感じ。じゃあちょっとこれも手の甲に塗ってみてから目に実際に塗ってみようと思います。もっとピンクなのかなと思ったら意外とそんなにピンクじゃないので使いやすいかと思います。はい、実際に出してみるとこんな感じです。ここに塗ってみたんですけど、やっぱりピンクというよりブラウンっぽい感じになってます。こっちがゴールドなんですけど、こっちが今使っている方です。はい、こういう感じで、これをゴールドよりは使えないかなと思うんですけど、普通にピンクっていう感じではないのでたくさん使えそう、いろんなメイクに使えそう。じゃあちょっとこれもこのねキラキラがついてるんですけど、この上から塗ってみます。はい、実際に塗ってみるとこんな感じになります。こっちだけ塗りすぎちゃった、めっちゃ腫れぼったくなってるんですけど、まあ、これはメンヘラメイクっぽいねなる感じになってますね。こんな感じでちょっと塗りすぎちゃったんですけど、やっぱりゴールドの方が普段使いにはしやすいかなと思います。めっちゃ腫れぼったくなってるんですけど、メンヘラメイクとかするときには、まあ、なかなかしないと思うんですけど、いいかなと思います。はい、実際に塗ってみるとこんな感じになります。じゃあちょっとこれはなんかここの辺とか涙袋とかにつけたらもっとメンヘラっぽくなるかなと思うので塗ってみたいと思います。普通に涙袋としても使えそう。はい、今ちょっとだけ塗ってみたんですけど、本当にちょっとだけでもこんな感じで、すごい色がつくのでいいかなと思います。はい、最後の購入品はこんな感じです。はい、こんな感じで今回買ってきたウィッチズポーチとディズニーストアのコラボコスメの紹介は以上です。
はい、ということで今回はウィッチズポーチとディズニーストアのコラボコスメを4種類紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか。ちょっとね、最後のアイシャドウはピンクすぎたのであれかなって思うんですけど、まあ、その他3種類はすごくいいかなと思います。最後に紹介したこのピンクのアイシャドウも、あの、私はあんまり使わないかなと思うんですけど、こういうねメイクしたい時とかにはいいかなと思います。すごいキラキラになるアイシャドウだから、韓国風にしたい時とかには可愛くなれるんじゃないかと思います。今回買ってきたコスメはすごくお値段安かったんですけど、普通にたくさん使えそうなので、これからたくさん愛用したいと思います。ということで、もしねこのコスメ気になった方は、まだディズニーストアで 50% オフのセールやってると思うので、気になった方チェックしてみてください。なんか物によっては品切れになっているものとかもあったんですけど、私が行ったところでは結構売っていたので、ぜひ皆さんも買い物してみてはいかがでしょうか。すごいね、今回紹介したものはおすすめなので、ぜひ皆さんも真似して買ってみてください。ということで、この動画が皆さんのコスメ選びの参考になったら嬉しいです。この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。今回ね、美容系 YouTuber やってみたんですけど、また次回のこういうコスメの紹介も楽しみにしていてください。まあ、普段私はあんまりメイクしないんですけど、してもリップぐらいだったんですけど、アイシャドウとかしようかなと思いました。で、今回ディズニーストアに行って、今回はこのウィッチズポーチとコラボのやつが半額になっていたということで、これをね、いろいろ買ってきたんですけど、この他にもディズニーストアでコスメは、ウィッチズポーチの新しいコラボのコスメシリーズのものとかも売っていたんですけど、今回は安くなっていたこれを買ってきたということで、またね、気になったものあったので、またね、それを買いにディズニーストアに行きたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。今回買ってきたものはこれからたくさん使いたいなと思うので、で、これからね、コスメとか集めたいなと思っているので、最近リップとかは集めてたんですけど、こういうアイシャドウとかも最近気になっているので、またたくさん集めたいなと思っているので、ぜひ次回の美容系の動画も楽しみにしていてください。では、バイバーイ。